番青番青井村でーす。井村です。こちゃこちゃ。先多いラーメン企画ですね。多いねー。はい。こいつら楽してんだろうなと思う人もいると思うよ。その通りです。いやその通りもあるけど違うよ。違う。ラーメンだとさ、美味しく食べてるの見たいでしょ。確かに見たいわ。我々は発信してるんだよ。こういうラーメン屋がありますよっていうの。確かにね。誰だ楽してるって言ったら多いよ。池袋演じていきたいと思います。あー美味しいつけ麺屋さんだ。はい、はい、画面でドロドロつけ汁、うん、そして麺が太い。そう辛いのあるよね。辛いのある。辛いのいっちゃいます。あーそう、はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってきます。じゃあ井村さん、ちょっとさっきからなんですけど、僕がそのちょっと画角広くしようと後ろ下がったら井村さんも一緒に前に来てやめてもらいます。では参りましょう。はい、いきます。がんばれチャンネル大盛り行きます。お、そして、激辛。お、激辛はやめといた方がいい。激辛行きます。すげえ辛いよ。30年間彼女なし白髪坊主のこの男井村翔。その目的はみんなに笑顔を届けること。果たして井村さんは人気者になれるのか。井村がんばれチャンネル。さ、早速食券を買っていく肉増し辛つけ麺の煮玉盛り3からいきます。さ、早速来ましたね。いただきましょうか。見てください。こちらが灰画面となっておりまして、右がつけ汁でございます。これ真っ赤ですね。これやばいんじゃないか。さ、早速つけ汁の方をちょっと味見してみたいと思います。およ、あれ、ん、意外と、あ、来た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 、辛いねー。こちらの辛つけ麺結構辛いんですが、辛さの中にも濃厚なスープの味があってとても美味しいです。さ、ゆめきも一口味見をしてみます。おっと、もだえてるもだえてる、隣でもだえてます。ゆめき大丈夫か大丈夫か。水をめっちゃ飲んでます。続いて麺の方いただきます。さあ行きましょう。見てください、麺が真っ赤になってますね。この灰画面もっちりとしててね、噛み応えもあってとても美味しいです。続いてチャーシューだ。こちらのチャーシューもとてもジューシーで、こちらの灰画面によく合います。辛いもの料理あるあるなんですけども、飲み込むタイミング間違えると喉をやられます。見てください、こちらもうつけ汁全部ついてるんじゃないかっていうぐらい麺にぎっしりスープがまとわりついてきます。たまらんですねこれは。うまそう、腹減る。皆さんお待たせしました、高速ペチペチです。おいし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 い。最近は辛さが麻痺してね、あんまり汗かかないんですけども、こちらはねもう発汗発汗するほどの辛さでしたね。でも美味しいんだな。見てください、ものすごい汗の量です。発汗発汗でございますね。1からも行かずに急に3から行きましたからね。はい、こちら偉そうにゆめきに汗と指示してますね。はい、トントンとありがとう、拭いてくれてね。あー助かりますねこれは。目多いな、目の目のあたり多いな。おい、はい、こちらラストチャーシューです。あーもうチャーシューなくなっちゃったよ。チャーシューを口に運んだ後はすぐに麺を食らいます。このねチャーシューの油が残ってるうちに、っていうかすごいな汗。おい、こんな書いてたっけ。はい、つけ麺といえば最後のお楽しみスープ割りでございます。結構お湯入れたんですけども、それにしてもまだまだ辛かったですね。辛いんですけども、辛さの中にコク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 と旨味が詰まったドロドロのつけ汁がね、やっぱ僕たまらないですね。そして灰画面演じはまた行きたいと思います。何すメッセージ性。カレー辛いね。その食券出した時に、うん、まあ、辛さを1から3ありますと、うん、でもなんか何も考えずに3でって言っちゃって、うん、考えろよ。いやいや3でって言っちゃって、うん、でもスープがまあ美味しかったんだけど、うん、あのココイチの20辛を思い出した。なんかこの赤くて、このなんだろう、油分が浮いてる感じが。あ、まあ確かにね、危ない色してたわ。なかった。でもうまかった。辛さの中にも本当にうまみがあった。かった、後悔ない。今幸せ。あ、本当に幸せだな。ファイヤーファイヤー。ポンポンいくつですか。
7本です、はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ああ、それメッセージ性が何一つ伝わってはい、それでは参りましょう。はい、今頑張るチャンネル。さあ、この後は実践ですか。いやー、いい村、いい村頑張れ、いい村頑張れチャンネル。